ソシナと新しい鍵27時間テレビ大成功でも危うい未来ガチ不協和音と激怒沙汰消えない暴発終了懸念7月20日と21日に放送された富士テレビの超大型特番 FNS27 時間テレビ日本一楽しい学園祭は視聴率評判と大成功を収めたその中心となったのが霜降り明星 チョコレートプラネット、花子という新しい鍵、フジテレビ系のレギュラーメンバーだったが、同番組の未来は順風満帆というわけではなさそうだ。27時間テレビの終盤21日午後6時30分から9時54分の平均世帯視聴率は9.7%、すべてビデオリサーチ調べ、関東地区、個人視聴率は6.9%。 番組全体を通じての平均視聴率は世帯6.1%、個人4.0%だった。さらに現在、テレビ各局が重視する13から49歳のコア視聴率は20日の午後7時から11時半までが7.4%、21日も午後7時からエンディングまでが7.8%というとんでもない高数字を叩き出したのだ。 新しい鍵、初の企画、超。学校かくれんぼ、とダンス企画、鍵ダンススタジアム、は番組でも最大級の盛り上がりになりましたし、新しい鍵、メンバーの奮闘も素晴らしかった。何より仕切り役に加えてヒール役も務めた粗品さん、31の評価はうなぎぼり。粗品さんを中心に、新しい鍵、メンバーは、明石シさんまさん、69、 東野王子さん56にも果敢に絡んでいき、しっかりと爪痕を残していた。今年の27時間テレビをきっかけにお笑い界の世代交代が急速に進んでいくとも言われるほどです。制作会社関係者。27時間テレビを大成功に導き、番組初の企画も盛り上がった新しい鍵。そんな番組の未来が明るくないとは到底思えないが、 お笑いプロ関係者は話す。今後、突然番組が終わるような事態になる可能性もゼロではないと聞こえてきていますね。そして、そんな不穏な話の中心にいるのも、やはり粗品さんなんです。というのもまず、粗品さんが追求する笑いのレベルは非常に高く、演者やスタッフにもクオリティの高いもの、とにかく面白いものを求めるんです。ただ、 時に無茶な要求をすることもある。悪く言えば自分勝手で非常識でもあるということ。そしてコミュニケーションが崩壊しているという話も。レギュラーメンバーやスタッフの不満も相当に溜まっているようで、粗品さんが原因で番組が続けられなくなるという展開もあり得ると言われています。全道、チョコプラの長田翔平44が27時間テレビ。 ないで粗品の特別扱いに疑問を呈する場面もあった。27時間テレビでは、千鳥の鬼連ちゃんの人気企画の特別版、サビだけカラオケタックモード大会が行われ、新しい鍵群と鬼連ちチャンが対決を繰り広げた。その中で長田は舐められてるよな。スタッフを見返して、俺らもロケバス移動じゃなくて個人タクシーで移動させてもらおうよ。 と呼びかけ、花子の岡部三35が粗品みたいにね、と応じていた。詳細を聞かれた長田は、僕らは遠出するときに恵比寿駅とかに集合してロケバスで行くんですけど、粗品だけ直タクシーで行ってて、と告白。千鳥の信四44からみんなで行くの嫌なのと確認された粗品は嫌なんです、と話し、 埼玉とか千葉とか行くんですけど、往復5万かけて行きます。自腹で。自腹よ自腹で行ってます。と自腹だということを強調していた。